はい、懲役太郎です。なんだろうと思いますよね。ね、突然なんですけど、ちょっとこれね、これシャンプーなんですよ。私の綺麗な手が映ってますね。最初これ商品化になったっていうか商品になってるんですけど、羊毛剤っていうか洗髪料、これシャンプーなんですね。で、この商品ができた時、最初私の知り合いの知り合いとか友達からちょっと試してみてくださいよって、もう変なあれじゃないよ、これ宣伝とかあれじゃないからね。こういう風に作ってサンプルをもらって、これ黒い炭の成分でつけてるシャンプーなんですよ。で、私も半信半疑で、正直言って3ヶ月ぐらいやってて、会う人、友達に髪の毛がね、なんていうかな、黒くなったっていうか、まあ増えるっていうのはあれだけど、なんか違うねって言われるんですよ。僕言ってないんだけど。で、これがシャンプーで、これがシュッシュッってやるやつなんですよ。で、これ、猫も来た。猫も来たな。で、これまだ濡れてる時にやってて、割と、なんていうのかな、この、僕もいろんな、そういう髪の毛のね、いいよっていうやつを、やったんだけど、匂いが、猫がね、猫の尻尾が、猫の尻尾が入ってじゃないよ。これすごい、匂いがしないですよ。嫌な。だから女性でも使える。で、シャンプーだけで、リンスみたいなのはいらなくて、で、3ヶ月やって、会う人、いいねって言うから、まあこれどこで売ってるのか知らないけど、こういうものが、もしよかった俺に案件来ないから。勝手にやって、まあ無理だと思うけど、俺が、あれ、でも勝手に宣伝するやつはいいんでしょ？勝手に宣伝するやつは多分 YouTube 的に、最初はさ、ちょっと待ってよ。そう。俺が喋るやつとさ、猫がやってくるからさ、こういうものに市販のやつにこれ入れて使ってみてくださいよって。これ。これ触った感じもなんか、なんていうの？すごい嫌な感じはしないのよ。まあシャンプーさすがにここでやるわけにはいかないけど。これは透明、もちろん透明なんだけど、このシャンプーは黒い、ほんと炭のような、毎日使ってるんだけど、そんな感じでね、こういうものがあるよって。まあなんかちゃんと、これ売れるようになって俺、本当に写真撮ってよかったんだよな。まあたまにはね、このいいもの、いい店紹介みたいなことやってね、なんかこういうのが出るんじゃないかな。水木っていう商品ですね。はい。可愛らしいこのイラストでね、こんな感じになって。これどっか売ってんだろうな。まあわかんないです。こういうものがあるよっていう話です。自分で撮って自分で消してるんでね、これ。はい。すいません。ありがとうございます。